たか、この時が。昨日ね、ちょっとこれ買ってみて、着てみたいと思います。こんなまだね、ムキムキじゃないけど、パンダみたいいいね。マーカークラティン and ビーツ Here we go。よし、準備ができました。いざ。このスリッパが動くことはなかった。さあ、今からね、気合入れていきたいと思います。お風呂もね、しっかりあの泡のお風呂入って体温めて、今もう体はね、若干起きてはいるんで。よし、ローソンさんで手袋とか買いましょう。えぐい、レッドブルの缶に穴が開いて漏れとるやんけー。かー、マジか。よし、今受付が終わりましたんで、これから準備していきたいと思います。はい、コールまでね、約30分となりましたんで、今からランニングアップして体を止めていきたいと思います。ここからはもう GoPro に切り替えていきたいと思います。 This year we got five races。 そういう形でルールを守り、頑張ってください。ね、子供たちもね、レッドブル初めてのお兄さん、意気込みお願いします。元気お願いします。OK、 頑張って、見てくれてますか。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張って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 、年女Give it all you got。 踊りを出しちゃってください。 What is your profession? 3 2 1 Go!頑張って。はい、よいしょ。
こした。腰やばい。頑張ってください。
しゃ、おい、こっちだ、おい、おい、中に行ってください。ライバーです。よいしょ、ライバーです。造園業としてサラリーマンとやっているけれども、本当は、まあ、震災がね、石川県のあったじゃないですか。石川県で起こってる人たちのことって、自分でもおかしくなかったなっていうふうに思ったんですよね。笑い、それすなわちエネルギー、いったれいったれということで、明日頑張っていくぜ。いやー、終わりました。レース終わってスピアスローを一つミスってしまった。また一つ完全クリアならず。さあ、いやー疲れた。ふう、ちょっと腰が限界っすね。左腰が。いやー、レース終わって悔しかった。スピアスローがいやでもね、ちょっと今回ね、レースのランナーの方々だったりですとか、あと係の方々がこうちゃん頑張っていつも見てますっつって初めて声かけてくださって、めっちゃ嬉しかった。びっくりしてちょっと対応何もできなかったんやけど、いやー名前お伺いしたかったな。くっそ、ちょっと物販とか見に行こうかと思ってるんで、そこでちょっと会えたらお名前とかちょっとお伺いして。すごいびっくりして何も対応できへんかって、ちょっとね着替えて今からちょっといろいろ物販とか見に行きたいと思います。楽しかった。OK、
着替えてきました。今からちょっとね、物販とご飯なんか食べれたら食べたいなと思います。初めて声かけられたら嬉しかったな。本当に応援してくださってる皆様、いつもありがとうございます。ちょっと腰が爆発しそうでやばい、結構来てる。ピアスローがねーミスった。また完全クリアならずでしたね。良かったところはマルチリクがすごい、初めてやるマルチリクやったんですけど、ちょっとやばかったんですけど、なんとか粘ってクリアできたのがすごい嬉しかった。ショートさんがいつも楽しく見てます。いやー、すいません、ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうでしたレース？ボロボロでしたね。あー、マジっすか。マルチリクがまさか落ちちゃって。あー、あれなんか僕初めてだったんですよね。あのなんか棒ついてるやつ、カンカンパイプのやつですか。そう。あー、すいません、もしよろしかったらお名前。あ、僕、コウスケです。コウスケさんね、はい、あ、いつもありがとうございます。インスタもフォローしてます。あ、マジっすか。まさかの。どっから来れたんですか？あ、僕愛知県の方から。遠っ。マジで、はい、愛知県からわざわざ、はい、いやすごいっすね。僕より前にゴールしましたもんね、確かに。途中でね、抜かれて、はい、で途中で多分どっかで僕は あれ、はい、あれかマルチリクかな、マルチリクかなんかで多分ペナルティー抜けてる間に、そう多分 なんか知らない間に僕が前にいて、はい、でその後なんかスーッてまた抜かれて、あみたいな頑張れとかって思いながら。じゃあまた千葉でとりあえず、千葉の方、そうですね、僕もちょっと出るんで、悔しく芝でちょっとリベンジしましょう。めっちゃ YouTube 見に行ってるんでいっぱい発信してください。ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございました。道路出る箇所が3つあります。 There are three places where you're going to be。ありがとうございます。はい、ということで皆様、スパルタンレース茨城初スプリント参戦してきました。お疲れ様です。いやー、今回ねオブスタっていう障害物があるんだけどもね、それが20個あるんですが、スピアスロー、やり投げがね、まともに投げてまともに外した。悔しい、悔しいよ。千葉あるんですけど、もう千葉やっぱ悔しいから出ようかなと思ってて、何よりね嬉しかったのがね、初めて私行ったれ、こうちゃん人生初めて、こうちゃんさんですかって声かけられました。あ、嬉しい。ただね、本当の本当に一番最初に声かけてくださったのは、レース出る前に多分 GoPro で多分話してると思うんですけど、こうちゃんさんですかって言って声かけてくださって、千葉から来られてるね、めっちゃ爽やか駅弁の方だったんですけど、いつも見てます、妻がファンなんですとかって言ってくださって、めっちゃ嬉しくて、ただね名前を聞くの忘れた。でレースのゴールした後にも一緒に写真を撮ったんだけど、俺もカメラがないっていうね、視聴者さんの方が撮られたんでよかったんだけど、なんか自分もね初めてほんのその人、人生で声かけてくれた人から名前聞きやがったと思ってね、あーとか思って、いやー、めちゃめちゃ嬉しかったですね。ほんめっちゃ嬉しかったっす。これからも末永くよろしくお願いしますということで、はい、今ね帰ってます。安全運転で約2時間半とか3時間ぐらいの運転だと思うんですけど、帰りたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。ナイスラン最高です。はいということで皆様お疲れ様です。スパルタンレース茨城が無事終了しまして、完走することができました。ただ、自分が目標にしてた、障害物オブスタっていうんですけど、それのノーミスっていうのができなかった。やり投げがね、思ってたよりも左に行っちゃってね、もうショックだったね。でもね、ショックってね、やってる時はね、ショックっていう風にね、思えないぐらい、こう、せわしないんだよね。一旦こう、落ち着いてはいて、ふーってやって、パッて投げるんだけど、それでも、せわしない。回転寿司で言うと、ずーっとね、近い感覚で、ずーっと、お寿司がこう、ネタがね、ずーっとね、本当にきつい感覚でずーっと流れていって、それを一生食べてなくちゃいけないみたいな感じ。
あんま伝われへんな。要は外しても悔やんでる暇がないのよ。はい。でね、ダメだったんですけど、いや本当にね嬉しかった。後ろからお声かけいただいたね、千葉の、スパルタンレーサーの方なんですけど、夫婦で僕のことを見てくださっているということで、本当にね突然声かけてくださって、いつもこうちゃんさんいつも見てますみたいな感じで言われた時に、いざね、ごめんなさい、本当ごめんなさい、いざねめっちゃ嬉しいんですけど、めっちゃめちゃ嬉しい。嬉しさで言うと、陸上中学校の時やってて、大会で優勝した時ぐらい嬉しかったなんですけど、動画でね声かけてくださいねとかってさ言っといたのにもかかわらずさ、いざ声かけられるとうまく反応できないんだよね。びっくりしちゃって、ああみたいな、あ難しくって。でもねめっちゃくちゃ嬉しかった。その一番最初に、もうね多分僕忘れないですね、一生その方忘れねえぞっつって忘れ、お名前をちょっと出すのかあれなんですけど、ねモンキーバーでねスタッフとしてやられてた、監督としてねやられてた方が、多分ね僕のことを認知してくれてる方で、多分あれこうちゃんじゃないってこう言ってくれた時に、自分が終わってもう次のコースのところに出るところだって多分ね気づいてくれてたと思うんですよ。それね、ちゃんと僕気づけてたので、気づいてます。ありがとうございます。いつもね、コメントくださる。ありがとうございます。多分そうだろうなと思ってたんですけど、結構ね、モンキーバーに集中してたんで、パーンって言ってもすぐそのままの勢いで行っちゃったんであれなんですけど、ちゃんと応援してくださってる姿を見れましたんで、ありがとうございます。で、あとキャリーの直した時に、こうちゃん頑張れって言って、こうちゃんが言ってくださったね、方もいらっしゃってね、あ、見てくださってるんだ、ありがとうございますっていうのを、言えなかった。結構ね、今のコンディションの限界のところぐらいにいて、はーってなりながら、パッてやって、こうちゃん頑張れみたいな感じで、確か言ってくれたはずなんですけど、ありがとうございますみたいな感じになっちゃって。もうめちゃめちゃでもね、ほんと嬉しくてね、そっからまたちょっと勢いペッて上がってね、最後まで頑張れたんで、本当にね、応援してくださって皆様本当にありがとうございます。2024年、一番最初のファーストレース、スパルタレース茨城、今日終わりまして、まあ、最後なんですけども、本当にまず、いつも運営でね、スパルタンレースっていうのを設けてくださって、やってくださってる、会社様だったりですとか、あと、今日もね、給水だったりとか、オブスターの各、ペナルティーとか、そういう判断をしてくれたりとか、道案内してくれたりとか、応援してくださってる、ボランティアスタッフ、並びに運営のスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。おかげさまで本当に、こういう僕が嬉しいなって思いも、できましたし、安全にレースがね、みんなが楽しめて一生懸命 100% 出せる、そういう場を設けて、いただきました。本当にねありがとうございます。で、そしてですね、いつも、応援してくださってる皆様、そして、今日ね、僕の、直接お声かけくださったりですとか、してくださった皆様、本当に、ありがとうございます。はい、ちょっとね結果としては、障害物ね改めまして言いますと、スピアゾローをちょっと落としてしまったんですけど、他はね頑張らせていただくことはできたんですけど、タイムもね全然まだまだ届かなかったので、これが現実だって、ふうに思ったんですけども、でもそういうレースの前とかレース中とかレースの終わった後とかね、なんかやってきてよかったなって、思いました。はい、下手くそなりになんですけど、34歳、こう不器用なりにもね、何かこうなんかみんながやりたいこととか、挑戦したいこととかもしあるけど、くすぶってる気持ちが持ってる人とかが、ちょっとでもいいから挑戦できる、そういう気持ちになる後押しになれればいいなと思って、僕はこの YouTube をやらせてもらったんですけど、報われないかなって思ったりとか、悩むことも、多くあるんですけど、でも今日のねその出会いだったりとか、お声掛けだったりとか、声援とかっていうので、本当に改めてやっててよかったなって思いましたし、本当にそういう仲間とね、出会えたりですとか、知り合えることっていうのはすごい僕にとっては楽しくて嬉しいことだなっていうふうに、思いましたんで、素直にね。なので本当に、応援してくださった皆様ありがとうございます。最後ね、やっぱり今年2024年になって、こんなこと言うと真面目すぎるんで嫌なんですけど、あんまり堅苦しいんで話したくないというか、ちょっとこう四隅に置いといてほしいんですけど、ちょっとねやっぱり多分なんですけど、石川県とかの方々でもしかしたらスパルタンレースに出ようって思ってた人もいるんじゃないのかなってちょっと思ったんですよ。うん。で、自分はまあ幸いなことにこうやって何もなく、まあ転送で手切っちゃったけど、何もなくねチャレンジさせてもらえてるっていう中で、その人と、もしその人がいたとしたら、その人と僕って別に何もない違いはないんですよね。その人も普段から普通に頑張って生きてられてるだろうし、楽しいことも辛いことも嬉しいこともあっただろうし、僕も同じだと思うんです。でも住んでることところとか地元とか、そういう場所がたまたまそういったところだっただけで、
やりたかったこととかにチャレンジできてなかった、チャレンジできなかったりするんじゃないかなとかって思った時にね、僕はなんかこう、全然そういう偽善しゃぶるわけでもないし、あれなんですけど、やっぱコンディションも悪いし、全然練習もできてないし、うまくいくっていうか、こうトップをね、狙うこともできないなっていうふうに思ってたんですけど、いろいろ落ち込んでちょっと Vlog 撮れなかったりとかしたっていう挨拶もあったし、どうしたらいいかなっていう、ちょっと悩むね、ことがあったんですけど、やっぱり結論から言うと、自分にできることを一個で一個やっていくっていうのが、まあ、そういう答えにたどり着いた。なので、僕は、そういう気持ちもちょっと心の中に入れて、大々的には言わないですけどね。言わないんですけど、なんか、ちょっとでも、そういう風になれればなって、ちょっと思ったっていう。まあ、なんか、これを話すとなんかこう、偽善ぶる感じでちょっと嫌なんですけど、なんかでも、大会に出れたのは、良くも悪くも、そういう思いが僕の中であったから、こういう怪我しても、ちょっと無理してでも出たっていうところが正直あったっていうので、なんでお前そんなズタボロなのに出てんだよって、準備もできてない。で、トレーニングも全然できてない。で、怪我してる、そういう状態でできんのかよってなった時に、なんかそういう理由もちょっとだけあったっていう、なんかそういう話なんですよね。なんかまあ別にそれがだからどうってわけじゃなくて、そういうなんかいいやつだろうっていう思うわけでもなくて、前の動画とかで僕がちょっとそういう風にちょっと思ってて、なんかこう、簡単に言うと病んでるじゃないけど、落ち込んでるっていうことをちょっと言ってたので、まあ結果としてはこういう風に自分の中では解決して、やったっていうだけの話なんですけど、ちょっと長いんですけどね、僕が話すと長いんであれなんですけど、てなわけで動画のご視聴ね、本当に、ありがとうございました。えっす、この動画が、よろしければですね、グッドボタン、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。腰痛い背中痛い、マジで。いやー、楽しかったっす。初めてスプリント出たけど、あっという間に終わってしまった中でも色濃い、仲間たちとの、出会いだったり、コミュニケーションを取ることで、僕にとってはね、5キロ以上の思いがある大会になりましたので、本当にいい経験ができたなというふうに思っております。34歳でございます。ではね、また次の動画でお会いしたいと思いますので、次の動画からね、またこれを、機に心機一転、新たな目標、次はね、大山マラソンっていうのに僕ね出るんですよ。大山マラソンっていうのは、ちなみに9キロのトレイルランニングのマラソンなんですけど、そこに向けてね、調整して頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ応援の方よろしくお願いします。そして皆さんも一緒にね、何か少しでもいいなとか思うこととか、ちょっとやってみようかな、気になるなって思うことに、ちょっとでもいいから、まあ調べるだけでもいいし、行動に移してみるでもいいし、やってみるでもいいし、ぜひチャレンジしてみてください。きっと何か変わると思うの。うさんくさいセミナーみたいなこと言ってるけど、でも行動に移すことで人生が大きく変わっていきますので、もしね、この動画見てなんかいいなーとかって、なんかこいつバカだけどなんかむちゃくちゃやってんなーとかって思ってくださったら、ぜひやってみてください。はい、では最後になります。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。次の動画までレッツイロン、はい、魂笑い、それすなわちエネルギー、いったれいったれー、ということで次の動画でお会いしましょう。あ、エネルギーのこのエネルギーポーズで写真撮ってねえや。まあ次からね、もし機会がありましたら次、エネルギーポーズで、撮りたいなと思います。はい。次の動画でお会いしましょう。次の動画でレッツケロン。バイバイ。エネルギー、みんな風邪ひくなよ。じゃあね。